G さんの格言。新緑や花を撮影するときは、明るい薄曇りの日に撮影するべし。特にスマホや iPhone で撮影するときに、手でいつも触ります。いつも触るというときは、このレンズの部分に手がかかる場合もあるわけです。そうするとレンズに指紋や手の油なんかがね、ついて曇ります。そのまま撮影するとモワッとしたね、全体に霧がかかったような白っぽい写真や動画が撮れます。そうならないようにいつも撮影する前にこういうティッシュでも何でもいいです、レンズをきれいに拭きましょう。その後撮影するように。それとこのスマホのや iPhone にはフードがありません。直接これに光が当たるわけです。天気のいい日なんかにもし撮る場合は、レンズに影をつけてやりましょう。手のひらでいいです。手のひらを上からかぶせて、レンズのところに影になる、レンズが影になるようにして撮影するといいと思います。その時、あまり手をかざすと、手がかぶって手が映り込みますので、映り込まない程度までに加減して、この後ろの液晶を見ながら手をかざして撮りましょう。傾いたり斜めになったりするような撮り方はしないで、水平にまっすぐにして撮りましょう。手をかざしてまっすぐして撮りましょう。そうするとすっきりした画像や動画が撮れると思います。必ず撮る前にはティッシュペーパーでも布でも何でもいいですが拭いてください。できればクロスファイバーのね、メガネを拭くようなやつがあります。あれで拭くようにしてください。そうするときれいにゴミが落ちると思います。ちょっとこれをご覧ください。どうぞ。はい、これはほとんどの写真がね、写真や動画は、薄曇りの日に、明るい薄曇りの日に撮ったものです。こうやって撮るとね、すっきりしたね、写真や動画が撮れます。白っぽくないですよね。こういうふうに反射や、モアレ現象みたいなものをね、取り除くためにはね、手をかざしてね、写っとるとか
もしくはこのように薄曇り、明るい薄曇りに日に撮るようにしてください。そうするとすっきりした江戸川写真が撮れると思います。いかがでしたでしょうか。ただいまの、見てもらった動画写真はね、ほとんどが、明るい薄曇りの日に撮ったものでございます。花なんかはね、影になった部分で撮っております。はい、そういうわけでね、ピーカンの日、天気がガンガン照りの日にね、撮るとね、汚い影が映ったりね、モアレ現象やね、また白っぽい写真が撮れたりね、直接このレンズにね光が当たったりしてね、汚い写真となりますのでね、このような撮り方をされるとね、いいと思います。これが今日のじいさんの格言であります。